悩んでるの？どうする？どの魂に触れる？何か感じているのね。エーコの綱に反応するなんて、やっぱり一族に関係するミラージュが近くにいるんだわ。とにかく行ってみましょう。ここかしら。この感じ、たちを呼んでいたのはあなた？まさか戦おうっていうの？フェンリル、来るわ！うわ、エーコの角って本物だったんだ。そうみたいだね。昔の召喚師って角がシンボルだったみたいですよ。なるほど、エーコは昔の召喚師の末裔ってことね。私が払おう。この世界を、栄光の未来を
焼き物に。あ、待って！我ら一族はいつでも栄光を見守っているぞ。フェンリル、今の子きっとご先祖様のミラージュだったのね。そういえばおじいさんが言ってたわ、エイコが16歳になったらもっとたくさんのミラージュと交換できるって。でもそんなにのんびりしていられないってことね。エイコ、もっともっと成長しなくちゃ。フェンリル、一緒についてきてくれるよね？はい。世界の危機、召喚士一族の力、あなたたちにもちょっと貸してあげるわ。で、ラン、
私も戦わなくちゃ。たとえそれがどれほど恐ろしい敵でも。凶悪なミラージュが現れたという報告があったわ。クラウドはいないんだった。スコールもう任務で出払ってるし。私が行きます。ティーナ大丈夫なの？はい、みんなのために戦います。ありがとう。でも十分気をつけてね。このミラージュ何かが変よ。目撃者からこんなミラージュがいるなんて信じたくないという報告が入っている。存在を否定したくなるほどの相手。自分を信じるのよ私。かわいい女の子、わいの好みや。誰？わーよ、知らんのんかいな。わいはオルトロスっちゅうねん。まさかこれが報告にあったミラージュ。この辺りで暴れているというのはあなたなの？ちゃうちゃうちゃうで。わい、その暴れてるやつ知ってるわ。わいがそいつのとこまで案内してあげるよ。え、いいの？もちろんや。かわいい、疑うことを知らない純真さ、ますますワイの好みやで。なんて言ったの？いや、なんでもないよ。その悪いミラージュってどこにいるんですか？もうちょっと先やな。落としてるんですか？そら、二人でええことできるとこに決まってるやないか。え、案内するって嘘だったんですか？あなたは悪いミラージュです。私がここで成敗します。ジュンヌー、そらはいい、嘘ついたけど、でも君の探してる悪いミラージュちゃうで。だとしても人を騙してどこかに連れ込もうなんてやからは許せません。くあーなーはっ、いいもん、どうせ全部嘘だもん。この辺りで好き放題やってんのも実はワイでした。ギャッハッハッハ。あれ、今ムカつくタコ野郎と思わなかった？ごめんね、ごめんね。ティナ、よくこんなやつ信用したな。え、騙されやすすぎ。そういうところが危なっかしいなよね。いやいや、わい見た目に似合わずすごくいい人、いやいいタコ
なんやで。あ、そうなの。まあそう言われると確かに。いや、どう言われてもそう見えないでしょう。え、当たり前だろ。え、もしかしてマジだったんじゃ。行くぜ、タコ野郎。確かに存在を否定したくなるような相手だったかも。魔神が暴れているというのはこの町と聞いたけれど、でも魔神はいないみたい。なんだろう。アミ、しばしの間とはいえ町を守るためだ。よろしく頼むぞ。はい、しっかり責任を全うします。あの、それはアミさんが魔神その機械を倒すということなんですか。え、ああ、いや、私からきちんと説明します。私はユナと申します。
あの機械の怪物、魔神はとても危険なんです。どう戦うつもりなんですか？無理しないでツインエースに相談するとか。戦うわけではありません。おとりとなって気を引くんです。え？あなたが魔神と呼ぶあれは私たちの手に負えないことは分かっています。だからといって何もしなければ町は侵食されてしまう。ですから私たちの町では家ごとに交代でおとり役を出すことに決まったんです。おとりが注意を引いている間は町から気をそらせますから。だから私は行きます。そんな。でもおとりになったら。今まですでに何人かがおとり役として町を出ました。お察しの通り戻ってきた者はいません。ダメ、そんなの絶対ダメです。ツインエースに応援を頼みましょう。そうすれば。応援を呼ぶのはお任せしますが、それでも私は予定通り行きます。応援を呼んでいる間にも奴らを止める必要がありますから。どうしてそんな、自らを犠牲にできるんですか？私一人の犠牲で町の人の幸せが手に入るならそれで十分です。その幸福がたとえ一時のことであろうと、私だけ自分の番になったからやっぱり嫌だなんて言いたくありません。これは私がよく考えて決めたことなんです。ユーナさん、分かってくださいね。あのユーナさん、一つだけお願いしてもいいですか？私の母に今までありがとうって伝えてほしいんです。自分で言いに行くと迷ってしまいそうだから、よろしくお願いします。そうですか、あの子が。ユナさん、わざわざありがとうございます。あの、本当にいいんですか？だってアミさんは。あの子が自分で決めたことなんです。私もいずれ追いかけます。そんな。やっぱりこんなことダメです。だって残された人の気持ちは、アミさんがいなくなったおかげで誰かの犠牲で成り立つ世界なんて、やっぱりそんなのおかしいです。ずっと心の中で私も同じことを叫び続けてきました。でもあの子が決めたことだから言えなくて。ユーナさん、お願い、あの子を助けて。納得してたふりをしてきたけど、やっぱり。私がアミさんを連れて帰ります。それでどうする？覚悟を決めた者を追いかけ、足を止める資格がお前にある。あなたは誰？あの娘の覚悟を踏みにじるのか？そんなわけじゃ。お前もあの娘の覚悟を知り、一度は納得したはずだ。多くを守るための犠牲は仕方のない。確かに一度は仕方のないことだって、そう自分に言い聞かせました。でもやっぱりダメ。犠牲になる人、残される人、悲しみばっかり。誰も悲しまない道を選びたいんです。ならば力を示す。お前に守りたいものを守れる力があるのか、私に見せてみよう。ユーナの力を試してる最中の割り込み、悪いな。私たちとのつながりもユーナの力だからオッケーよね。すげえ、うまいこと言うね姉ちゃん。
お前の覚悟を認めよう。新たな力として私を使うといい。待ってください、ユーナさん。誰か一人が犠牲になればいいなんて、そんなの間違ってます。だからあなたの覚悟はとても尊いけれど、でも残される人の悲しみを知ってあげて。
お母さんが待ってるよ。リンゴさん、ごめんなさい。ありがとう。みんなが笑顔にならなくちゃダメだよね。何してるの？ゆうな姉様。そういうことだったの。弱点を克服するために修行だなんて偉いね。私はただみんなが頑張ってる時に足手まといになりたくないって思って。よし、そういうことなら私も手伝うよ。ユーナ姉様も忙しいのに。リディアが弱点を克服したら嬉しいものね。手伝わせて。召喚士同士助け合わなきゃね。ユーナ姉様、ありがとう。で、その克服すべき相手がこの先にいるってわけね。少し前からこの先に強い炎の力を感じるの。ここのミラージュたちも近づかないほどの強力なものよ。確かに強い力を感じる。リディア、大丈夫なの？ええ、自分の中の恐怖に打ち勝つには一番強い炎に挑むのが一番だもの。分かったわ、行きましょう。リディア、誰か来たの？私はあなたと戦いに。リディア待って、このミラージュからは特別な魂を感じる。あなた一体何者なの？何者って、私はイフリータちゃんだけど。イフリータ？そう、イフリート族のプリティ担当イフリータちゃんよ。私のこと知らずにここまで来たわけ？イフリート族ならば相手に不足はありません。私、炎を克服したいんです。どうか戦ってください。なに、あんた炎が怖いの？ウケる。そんなんで私の相手になるとは思えないけど、まあいいわ。あんた、いい魂持ってるじゃない。その魂、イフリータちゃんがもらってあげる。ユーナ姉様、来るわ。あれ、いつの間にか相手変わってない？あなたね、ネブラから逃げたイフリート族って。へえ、なになに、私を探してたの？あんたらの魂すごく変わってる。すごく美味しそう。あまさか人の魂を糧にしてるの？炎に燃えながら散っていく魂はとびっきりの美味なのよ。すげえ悪趣味だ。
姉ちゃん、これってマジでぶっ飛ばしていいよな。ちょっとこの世界には置いとけないね。なにそれ、私に勝てる気でいるの？超ウケるんですけど。まあいいわ、いただきます。私が片白ごときに負けるなんて。すごい炎の力だったわ。それに魂を直接狙ってくるなんて。ええ、この世界の人たちにとってもすごく危険なミラージュに感じた。でも今倒すことができてよかった。リディアのおかげだね。そんなこと、ユーナ姉様がいなかったら私あんなすごいミラージュを倒したんだもの。自信を持って。さ、また危ないミラージュが現れる前に戻りましょう。はい、そうですね。急に出てこないで。リディアやっぱり炎の克服にはもう少し時間がかかりそうだね。ほら、一気に出口まで走るわよ。待って、ユーナ姉様！夢どうする？どうする？ど？俺がいるからユーナは心配いらないっすよ。ビスマルクとかっていうミラージュは俺が倒すから。あの、ありがとう。でも私も一緒に戦うから一人で気負わないでくださいね。了解っす。でもさ、俺たち何かと縁があるよな。運命の赤い糸ってやつだったりして。もうティーダさん、何言ってるんですか。私たちは強力なミラージュを倒しに来たんですよ。ごめんごめん、冗談だって。強い敵だからこそリラックスが必要かなって。んじゃ、いざ出陣っす。キスティスさんのお話だとビスマルクはこの辺りにいるようですけれど。そういえばビスマルクって白き悪魔とか言われてるって聞いたけど、悪魔と白ってあんまりイメージ合わないよな。ほら、白きユーナと黒きユーナだったら黒きユーナが悪で白きユーナが正義っぽくない？ティーダさん、そんなこと言ってる場合じゃないです。それより万が一の時のことを決めておきましょう。もしもビスマルクに勝てない時は私のバルファーレで陽動しますから。あのさ、ユーナ、今から勝てない時の話すんのやめない？負けてからでは遅いじゃないですか。でも安心してください、私が召喚士として必ず守ります。だからさ、ユーナ、そんなキリッとかっこよく守るって女の子に言われる男の気持ちがわかる？
男心ってやつがさ。え？男心ですか？いえ、今はそんなこと言ってる場合じゃ。召喚したるもの、人々の助けとなるものだろ。男心を理解せずしてみんなを助けることができるかどうか。確かに。つまりティーダさんが言いたいのは人の心を理解するということですね。そうそう、男心とはそう簡単に理解できるもんじゃないが、ま、要点をかいつまんで説明しよう。つまりはモテたいってこと。もうやっぱりふざけてるんじゃないですか。だってユーナが真面目に受け取るから面白くなっちゃって。私まで力が抜けてきました。そうだよ、それでいいんだって。どんな旅も戦いもできるだけ楽しく行きたいじゃないですか。ねえねえ、これ見てみて、ユーナはできる？すごい、綺麗に音が出るものなんですね。あ、それちょうどいいです。はぐれてしまった時や何かあった時の合図にしましょう。私、助けに行きますから。ほんと、ユーナは自分が誰かを助けることばっかり考えてるんだな。でも、ユーナは吹けるの？私は吹かないですから。助けは求めたりしません。なんでだよ。召喚したって、ユーナだって困った時は助けを求めていいんだよ。でも、もうティータさんには十分助けてもらいましたから。何度でも助けるって、回数制限とかなしっす。君って本当に。お、来たっすよ。水も一緒に来ちまったぞ。そういう結界を持ってるミラージュみたいね。水の中の薬、中まで引きずり込まれた時のために用意しておいてね。了解。
んとか勝てたね。あれ、ティーダさん、まさか戦闘の時に。ティーダさん、ティーダー、そんな、だってさっきまで指笛吹いたらいつもみたいに笑って出てきてくれるの？やっぱりうまくできないよ、ティーダ。いてとどめの一発でだいぶ吹っ飛ばされちゃったっす。大丈夫ですか？怪我は？もう心配したっすよ。私は平気っす。よかったっす。じゃ戻るとすっか。うん、戻ろう。で爆発するのか楽しみですわ。ねえ、なんかすごく嫌な予感がするんだけど。あの博士なら何してもおかしくないしな。ちょっとだけ様子見に行ってみない？いや、ここで何してんだ？あ、ちょうどよかった。シャトット博士ってどこにいるの？博士だったら海底神殿に用事があるからって自分で作った薬を飲んで海に入ってったけど。海底神殿に？前は海に潜るのなんか楽しくないって言ってたのに、おおほほほほってやけに楽しそうだったっす。わけですが、あの時の大人ではないか。ちょうど良いところに。やあ、お前もおるのか。お、なんだ。じゅわー、とても変な気持ちなのじゃ。とにかくお前はあまり近寄らないでくれ。お、確かレン、と言ったかの？ちょっと聞いてたもれ。何？あじょ、あじょ、ギギギギー。今わらわは逃げておるのじゃ。え、何から？なんで？それがさっぱりわからん。何かおおほほほほほと笑う人間が来て、突然わらわを殺そうとしてな。やっとどんびりどもがな、おとなしくなってきて、アチョたちもな、静かにな、暮らせそうになっても、わらわもな、やっとな。なのに、なんで人間はわらわをいじめるのじゃ。ちょっと落ち着いて。ほほほほって、やっぱシャトット博士よね。
100% そうだろうな。人間だって大丈夫。あのね、ラーンがその人間をやっつけてくれるらしいからね、泣き止んで。マジで？あよ、ラーンが。おお、任せとけ。あっちゃー、変な気分なのじゃ。心は難しいのよ。でもよ姉ちゃん、シャントット博士を倒すなんて絶対無理だと思うんだけど。約束しちゃったじゃない。だな。こんなもんだな。よかったましょ。なるんですってね。なんでイカからそんな話を聞けるんだよ。私を誰だと思いですの？この私に不可能はございませんわ。あそんなことより、恩をあだで返すような子供にはそれ相応のお仕置きをせねばなりませんわね。いや待って、行きますわよ。マジで？なんで姉ちゃん一言なの？
の程度の実力で私をやっつけようだなんて、ちゃんちゃらおかしいですわ。ちょっと待ってください、シャントと博士。ラーも反省してますので。ああ反省してます、ごめんなさい。何でもしますから許して。何でも、それなら許してあげてもよくてよ。それで、あの博士はなんであのアチョの女王を。ここの最深部にある扉を開けるためですわ。私が調べた結果、あれはペンギン女にしか開けられない扉だと分かりましたの。そしてペンギン女が死ねば誰でも開けることができるようになるということも。いえ、あの私たちが彼女を説得して扉を開けてもらうので、彼女の命は助けてあげてほしいかなーなんて。あら、ごめん遊ばせ。あなたがその気になるとは思わなくて。それならあなたにお任せしますわ。ところで扉を開ける理由とかは聞いてもいいですか。やれやれですわ。さっさとペンギン女に扉を開けさせなさいな。はい。あちゃ、扉を開けるじゃん。ダメじゃん、ダメなのじゃ。あの扉は先代の女王からも決して開けるなときつく。じゃあ永遠の眠りについていただきますわね。ああ、シャントと博士、待った待った。なあ女王。なんじゃ。俺からも頼むよ、扉を開けてくれ。何かあっても俺が何とかするから。ジョア、何に頼まれたら開けてもいい気がしてきたのだ。キジョン、あちゃ、本当か、ありがとな。ありがとう。ジョア、ちょっと、いろんな意味で心配になってきたわ。する時が来ましたわよ。え？さあ、いってらっしゃい。ちゃっちゃと倒してしまいなさい。マジで？もう、何でもするしかねえ。博士、相手にするよりは楽かもしれないけど、負けたら何されることも。いい話だな。あれ？意外と簡単に。ジョン！ジョン！おい！ザン！レン！早く逃げるのじゃ！何？なんだよこれ！先代から聞いてはいたが、まことちゃったとは。そいつはな、死ぬ時にものすごーく巨大な爆発を起こすらしいのじゃ。マジで？今言うの？ものすごーく巨大って？なんでも前はここの海というか大陸そのものが半分になったと申しておった。マジで！
ようござんす。この時のための私の新魔法ですことよ。いきますわよ。そーれー。部長、爆発の魔法効果を消す新魔法ダムドです。成功ですわね。何の話？これだから出来の悪い生徒がいると苦労しますわ。先ほどのニョロニョロもどきの寿命が尽きそうだと知った私は、爆発を抑える新魔法を作り出すことにしたのですわ。そして奴の寿命が尽きるよりも先に新魔法をぶっ放す。ダムドデスペル、よーく覚えておきなさいな。新魔法って爆発の魔法じゃなかったんですか？もともとある魔法なんて興味ありませんわ。なるほど。引っ越すのも面倒でしたし、あなた方ヘッポコ兄弟のおかげでいろいろと楽をさせてもらいましたわ。なんかどっと疲れた。私も。わらわはもう何が何だか。まあ何にしてもよかったじゃんか。あっちょ、いやあれほっといても寿命とかで爆発してたんだろ。そうね、結果的にはシャントット博士にみんな救ってもらったってことよね。この海底神殿ももうずっと安心ってことだよな。人というのは実はこれほど優しき生き物だったんじゃな。いや、まあそれは人によるかな。シャントット博士も最初女王を殺そうとしてたのはマジだったけどね。いやはや、レン、ラン、いろいろと助かったぞ。ラン、ま、何？ジョワー、やっぱり変なのじゃー。ゲゲゲ、アジョ
する？どの玉？邪魔するぞ、エドガー。これはこれは、麗しき海のヴィーナスよ。その虫ずが走る挨拶やめてくれないか。ああ、すまない。溢れ出る美しさについ。ああ、もういい。ところで、例のマシンのことは分かったの？まあまあ、勇ましいのも悪くないが、美女が危険に首を突っ込むのはいただけないな。あいつには船と仲間を傷つけられたんだ。陸にさえ逃げなければ俺が何とかするのに。やつはどうやら陸海空と神出鬼没で、しかも場所によっては変形して暴れるらしい。海の上だけでなく陸でも叩かないと倒せないぞ。まあ、この砂漠に手を出したからには二度とファリスの海へは帰せないぞ。あとは頼もしいな。自分の手で葬りされないのは残念だが、ここはエドガーに任せる。ああ、その代わり俺が無事に帰ってきたら、その時は。じゃあ用件は済んだから、これで失礼する。万が一奴を逃がしたら、その時は俺が仇を取ってやるよ。ここは今は砂漠の目と呼ばれている、もともとフィガロ城があった場所だ。この近辺やビッグブリッジでは他では見たこともないミラージュがごく稀に目撃されるんだ。見たこともない？ああ、古代図書館の記録にもどんな伝説にもないミラージュさ。そして一説ではこの場所は異世界と通じているなどと言われている。異世界と通じているとどうなるの？それはもしここから現れたのなら戻ってくると思ったが。ビビ、下がれ！うわ当たりだったな。伝説級の感じ、マジでビンビンなんだけど。こいつらが現れてる元の世界って一体どうなってるの？ないかもね。まあまあの相手だったな。すごく強いミラージュだったよ。あんなすごいのがもっとここにやってくるの？どうだろうな。ま、俺は世界中の美女が頼ってくるなら、強敵が次々に現れるのは大歓迎だが。僕はちょっと怖いよ。ビビ、そんなことじゃ女の子にモテないぞ。しかしあのミラージュ、ただ暴れるだけが目的という感じではなかった。海に行ったのもおそらく様子見といったところか。まあ、今後どんな奴が来ようが、フィガロと世界中の美女は俺が守るけどな。What?
用済みのゴーレムは排除する。え？クロマ兵たちが急に止まっちゃったってどういうことなの？朝まで一緒に訓練してたのに。訓練場に僕たちを排除するミラージュが現れたって？もしかしてとうとう。ねえ、前に話したことあるよね。僕たちがこの世界にいるのはなんでだろうって。僕たちの記憶があるのはあの二人、レーンとラーンに出会った瞬間から。きっと僕たちはあの二人に会うためにこの世界に来て、目的を果たしたら消される運命だったのかもしれない。今の僕たちはもう昔とは違う。僕たちでそいつを追い返そう。用済みのゴーレムは排除する。君がクロマ兵を狙うミラージュ？どうしてなの？もうやめてよ。お前たち道具は用が済んだら排除するのだ。やっぱり話し合いは無理みたいだね。みんな行くよ。ビビは道具なんかじゃないって。私たちからもゴーレムにガツンと言うわよ。ああ、ビビも仲間だからな。私のこと道具って言ってたけど、でも僕たちは自分の意志であいつをやっつけたんだ。だから道具なんかじゃない。そうだよね。エドガーがあの時言った言葉、やっと分かった気がする。僕たちはこの世界で生きるためにここにいるって。成長したな、ビビ。よし、みんな戻ろう。今の僕たちにはフィガロを守るっていう大事な使命があるんだから。この世界で生きるためにここにいる。うん。
する？どうかしたのか、キッセス。あ、ちょっと忙しくて、ガーデンの調査が進んでないなって。まあ、今は仕方ないだろう。しかし、シードの拠点をここに置いてから、随分経ったな。ええ、飛空艇のテスト飛行でここを見つけたときは、驚いたわね。ミラージュたちもいたしな。だが、このガーデンで手に入る技術や魔法は、下の世界では決して得られないものばかりだ。飛空艇の新エンジン、このガンブレード、ドローの技術。でも、シンラに渡して、その後手がつけられなくなった機械たちは、今考えるとマシンと関係があったってことじゃない？もう少し調べてから技術共有するべきだったわね。ん？このガーデンがマシンと関係あるかもしれないと、そう考えているのか？なるほど。ランやレンを自由にさせないのもそれが理由か。あいつらは自分が信用されてないと思ってるぞ。しょうがないじゃない。もし本当にマシンと関係があるなら、この子は大丈夫じゃないかな。エーコ？今この子って言ったの？あなた何かわかるの？なんとなくなんだけど、このガーデンはビッグブリッジと同じ感じがするの。じゃあ、うん、ガーデンそのものがミラージュなんじゃないかな。でも少し意識に触れてみても何も反応してくれないから、ビッグブリッジよりもっともっとずっと深い眠りについてるみたい。少しだけ起こしてみる？あ、大丈夫なの？悪い子じゃないと思うんだけど、もし何かあったら。わかった。何かあったら俺らが対処する。そうね。よろしくね。ねえ、ほんの少しだけ目覚めて。あなたの名前は？エデン。エデン・オブ・バラム。エデン。あ、やっぱりここはマシンと関係が。違う。目覚めはもう一つの世界とつながってしまう。そう言ってる。この子はそのもう一つの世界とつながる穴を塞ぐために普段から深い眠りについてるんだ。何にしてもこいつらを追い返すぞ。繋がるだけでマシンが現れちゃう場所があるの？私もよくわかんないですけど、隣接世界でマシン…人に侵略されてるところがあるのかも。怖っ。お前たちの名前怖いですね。
私どうする？どの魂に触れる？強力なミラージュの出現情報が入ったわ。あなたたち二人にお願いするわね。近くにティナも行っているから、ヨウが片付いたらあなたたちの応援に向かうよう言っておくわ。分かった。だがティナが来る前には終わらせる。どちらが先にミラージュを倒すか勝負にするか、クラウド。興味ないね。村があるぞ。ミラージュの目撃情報がないか話を聞こう。おい、この辺りで普通とは違うミラージュを見なかったか？見たどころではありませんよ。ああ、あれは本当に怖かった。あのミラージュに襲われた時はこの村も終わりかと思いましたよ。その割に被害は少ないみたいだな。ミラージュはどうした？突然現れた銀髪の剣士が追い払ってくれたんです。長い刀を使う姿はそれはもう美しくて。銀髪の剣士。おい、そいつはどこに行った？クラウド、私たちが知りたいのは剣士ではなくミラージュの居場所だ。ミラージュは山の方に逃げ込みましたよ。剣士さんとは逆方向です。わかった、ありがとう。クラウド。悪いが、俺はあの男を追う。ミラージュは頼んだ。何？おい、どういうつもりだ？クラウド！銀髪の剣士？ようやく手に入れたあいつの手がかり。必ず、俺は。クラウド！どうしてこんなところにいるの？ティナ。そうか、あんたも近くで任務中だったな。俺は休養ができた。あんたは早くライトニングを手伝いに行ってやってくれ。休養って？強いミラージュと戦わなきゃならないのにライトニングを一人で行かせたの？俺にはずっと探している男がいる。ようやく手がかりをつかんだんだ。機会を逃すつもりはない。なんだかクラウド怖いよ。その探してる人ってクラウドにとって何なの？俺の大切な人を奪ったんだ。だから見つけ出して復讐するの？大切な人を奪われた怒りをぶつけるの？誰かを大切に思う心、愛するということを憎しみに変えて今の仲間を見捨てるなんておかしいよ。今のクラウドにとって大切なものは何？憎しみと復讐なの？私はライトニングを助けに行く。大切な仲間を守りたいから。俺はライトニング、大丈夫？ティナ、すまない。少し手こずっている。クラウドに途中で会ったんだけど、探してる人がいるとか言って。気にするな、あいつは放っておけ。それより、来るぞ！クラウド、来てくれたの？銀髪の剣士を追ってたんじゃないのか？もっと大事なことを思い出したんだ。ティナ、すまなかった。俺はまた同じ過ちを繰り返すところだった。誓ったんだ。もう大切なものを失わないと。だから。それは
私たちもお前の大切なものに含まれるということか。ああ、大切じゃないものなんかない。クラウドの探している銀髪の男って、グリモワールにいたりいなかったりする不安定なアンチセイバー的な存在みたいですね。安全地帯セイバー、てか全然安全じゃないですね。むしろ世界に混乱を呼ぶセイバーですね。そんなセイバーがいるの？いつかディ…じゃなかった、会うかもしれないですね。ま、今現在は世界にいないみたいですから忘れることですね。意外おせっかいだな。戻ってきてくれてありがとう。あの男を探すのを諦めたわけじゃない。でも復讐より大切な生き方を思い出したからな。さあ戻るぞ、大切な仲間たちのもとへ。また来ていたのか。ああ、ここの資料は興味深い。あの男の手がかりもありそうだ。あの男？お、クラウドもおるとはちょうどいい。面白い本を見つけたんだが、ちょっと協力してくれんか。はあ？オペラ？興味ないな。私もだ。待て待て、チミチミ。セビス、チミがこの間言っておったろう。先日のヴァンパイア騒動以来、町の連中の心が沈んでおるようだと。確かに言いましたが、それと何の関係が？心がどんよりしていては楽しく本も読めんだろう。指導、悪いが意味がわからない。ん？違ったか。ああ、あれだ。心が沈んでいては攻めてくるマシンにも対抗できん。まあ、それはその通りですが。そこでこのオペラで町を盛り上げるのだ。まさかそのオペラに。ふん、この影のある主人公と美しいヒロインは二人にぴったりだろう。わしも若い頃この物語には夢中になったしな。な、何を勝手に。私がそんな恥ずかしいことできるか。悪いが俺も断らせてもらう。
まあそういうな、町の連中にはすでに宣伝しておいたわ。あとは二人がやるだけだ。もう町に宣伝したかって？じゃ頼んだぞ。あ、ちょっと。いや、俺は本当にやらないぞ。この声、セリスはもしかしてやる気なのか。愛しの、ん、なんだ貴様、ミラージュか。どうしたセリス。クラウドか。急に天井からこいつが。気をつけろ。無ひょー、ここは静かでええとこやけん、ついの住処にしようと目つけてた場所なんや。そしたら騒がしい声がするから、誰や思って降りてきたら、なんやえらいべっぴんさんやないか。ぐへぐへ。お前、連邦のミラージュか。げへへへ、そんなん知らんけど、わいはここに住みたいんや。邪魔する奴らは排除すんで。ああ、お嬢ちゃんは嫁にしてもええで。ここは神聖なる古代図書エリア。お前が好きにしていい場所ではない。そないに大切な場所なら、わいが誰も近づけんようにしてるわ。とりあえず本に住みでも入ったろか。ここの資料が汚されるのは俺も困る。悪いが遠慮なく叩き切らせてもらおう。私もそう思っていたところだ。またお前か。あ、わい、ただの通りすがりですね。ほんじゃ。え、そうなのか。じゃあ。いやいや、ここ通りかからないでしょ。うん、あ、行くぜ。届け。なに。せっかくいい家が見つかったと思ったのに。なんとか本は無事みたいだな。助かったよクラウド。これも調査のついでだ。ところでセリス、それはオペラの。ん？ああ、本が奴の墨で。これじゃあオペラはできそうにないな。いや、せめて最後の歌の部分だけでも。いや、そこだけあっても仕方ないだろう。オペラは諦めて違う方法で街を活気づければいいんじゃないか。ああ、そうだな。セリスの歌も悪くなかったかな。さて、俺は他の資料も調べさせてもらう。
なるほど、私は主役になり損ねたということだな。どの魂に触れる？どうする？また来る？